お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールカード2023の開封動画です。いつもねやっている今度ね、プロ野球の開封動画なんですけどね、今回は東北楽天ゴールデンイーグルス編でございます。こちらも1パック7枚入りで1ボックス18パックなので、前編後編9パック続き分けてやっていきたいなと思っております。それではね、早速開封していきたいと思います。まずは前編の9パックです。でまたね、直筆サインカードが出るといいですけどね。まずは前編の1袋目でございます。武藤敦貴外野手です。マイケル・フランコ内野手のカードでございます。で、西川春樹外野手のこれキラーでございます。元ねファイターズでございます。石井和久監督です。西口直人投手です。平龍也内野手です。高田光一投手です。続いて、2袋目でございます。吉野創士外野手です。クリス・ギテンス内野手です。で、安田優真捕手のカードでございます。で、安田優真捕手の今度はこれキラでございます。渡辺義明内野手です。頼本隆弘投手です。で、これは藤平翔馬投手のカードでございます。3袋目でございます。伊藤真央投手でございます。はい、勝利投手でございます。茂木英五郎内野手でございます。で、駒子隆二投手でございます。小郷裕也外野手です。石橋亮太投手です。吉川和樹投手です。4袋目でございます。入江大輝内野手です。で、直筆サインカード出ましたね。ちょっと見てください、えらいの来ました。浅村秀人内野手の直筆サインカードです。ちょっとこれは私もびっくりしてます。なんとこちら5分の3でございます。見えますでしょうか。いきなりね、すごい直筆サインカードが出ました、ね、これは喜んでおります。で、続けていきたいと思います。浅村秀人内野手の今度はねキラカードでございます。内間拓磨投手です。横尾俊武内野手です。もっとねファイターズでございます。渡辺翔太投手です。で、山崎剛内野手でございます。残りね、5袋でございます。
5袋目開封していきたいと思います。小深田ひろと内野手でございます。浅村秀人内野手の今度はね、カードでございます。ちょっと英語は分からなくてごめんなさい。で、滝中亮太投手のこれキラでございます。小郷優也外野手です。内間拓磨投手です。村林一樹内野手です。で、松井裕樹投手のカードでございます。7袋目でございます。滝中亮太投手です。で、阿部俊樹内野手です。中日からね、トレードで楽天に加入しました。渡辺翔太投手のキラでございます。酒井智仁投手でございます。松井智隆投手でございます。で、こちら、この楽天イーグルスのね、マスコットでございます。石垣雅也投手でございます。7袋目でございます。ごめんなさい、さっき6袋って言ったと思いますけどね、7袋目でございました。失礼いたしました。黒川文也、内野手のカードでございます。安楽智弘投手でございます。辰巳良介外野手でございます。山崎剛内野手です。高田光一投手でございます。駒子隆二投手でございます。で、最後は松井裕樹投手でございます。最後ではまだありませんよ、ちょっと勘違いしました、すいません。で、8袋目でございます。黒川文也内野手です。石原剛捕手です。で、阿部俊樹内野手のカードでございます。で、太田光捕手でございますのキラでございます。で、田中雅宏投手でございます。で、茂木英五郎内野手でございます。で、和田蓮外野手でございます。で、前編最後の9袋目でございます。内誠龍投手のこれカードでございます。早川隆久投手でございます。林勇樹投手のキラでございます。鈴木大地内野手です。宮森聡投手です。堀内健吾捕手です。で、最後は平龍也内野手でございます。以上で BBM 東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールカード2023開封動画前編を終わりたいと思います。前編でね、大っていうぐらいのね、すごい直筆サインカードが出ました。で、後編もね、9パックやっていきますので、よかったら後編もぜひご覧ください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。